どうもこんにちは、アンティークテーブル屋の瀬野道隆です。今日のこの動画はですね、オールドの滝の心眼の見分け方について解説をしていきます。どうでしょう皆さん、今自分が持っているこのオールドの滝の作品、これね、自分がオールドの滝って分かってて買ったんだよっていう方もいらっしゃると思いますし、これオールドの滝って言われて買ったんだけど、これ本当にオールドの滝の商品なのかなみたいな感じで、ちょっと今ねモヤモヤが続いてんだよねっていう方もいらっしゃると思います。ですので、そんな方のためにですね、これがオールドの滝で、これが違うもので、これが偽物なんですよというところを解説させていただくんですけど、今回この動画で参考にさせていただいた本がこちら、オールドの滝と国産アンティークコレクターガイドという本になっております。僕はですね、結構自分的にはオールドの滝のことすごく詳しいというふうに思ってたんですけど、やっぱり、ね、この本を読むことによってもっと知識が深まりました。これがオールドの滝で、これがオールドの滝じゃないのかっていうところがね、非常にね、学びがあったかなというふうに思うんですね。ただね、この本非常に分厚い本なんで、その内容を全部話そうとしたら、もうすごい長い動画になってしまいますし、もう覚えることがいっぱいで、もう瀬野さん何言ってるのか分かんないというふうになってしまうんで、もうガチッとね、もうここだけ見れば大丈夫ですよということをまとめてお話ししますので、どうかね、ぜひとも最後までお付き合いください。では早速参りましょう。まずですね、前提条件としてここを覚えておきましょうということがあるんですね。まずこの前提条件って何なのかって言いますと、これがオールドノイタケですよっていうのが分かってれば、まずこれがオールドノイタケじゃないっていうのが分かってくるじゃないですか。じゃあね、このオールドノイタケってどんな商品のことを言うのって言うんですけど、まずこれは分かりやすいようにサインを見ていきましょうということなんですね。じゃあこのサインってのはいっぱいあるわけですよ。このオールドノイタケ、歴代のサインっていうのはもうものすごい数あるんですよ。もうこの本の中にもね、すっごいたくさんの量のね、サインを紹介してあったんですけど、これを覚えようと思ったらもうすごいきついと、しんどいということになってくるんで、この3つを覚えましょうという3つを厳選しました。まずこちら。今こちらに映ってると思うんですけど、こちらが一番わかりやすいマルキーンっていう刻印なんですよね。で、このマルキーンっていうのは、どういう刻印なのかって言いますと、日本で物を作りますよね。作ってイギリスに出しますよというような印なんですよね。だからマルキーンっていうのが入っていれば、あ、だいたいこれはイギリスに向けて送られたものなんだというふうに認識していただければ大丈夫です。そしてそのアメリカとイギリスが主な輸出先だったんですけど、基本的な考え方ですよ。全部が全部当てはまるわけじゃないんですけど、基本的な考え方として、あの欧米の方っていうのは華やかなものが美しいっていう考え方なんですよね。ですのでこのマルキーンとかそういったものが入っているものっていうのは基本的に美しいものが多いです。そういったものを頭の中に入れておいてください。まずこのマルキーンっていうのはイギリス用ですよということですね。で、次メイプルリーフっていうのがあるんですね。メイプルリーフ、今ここに映ってると思うんですけど、こちらがメイプルリーフっていうバックスタンプなんですよね。で、これはどこに輸出されていたのかって言いますと、このメイプルリーフっていうのはアメリカですよという意味なんですよ。だから、このメイプルリーフが付いているものっていうのは主にアメリカに出されていたんだねというところを頭の中に入れておいてください。で、3番目なんですけど、M 日本印っていうのがあるんですよね。もうこの M 日本印っていうのもアメリカ向けに作られていたものということになっております。ですのでこのマルキーン、メイプルリーフ印、 M 日本印、この3つが大体の、そうですね、ノリタケの商品の中でも 80% ぐらいを占めてるんですよね。だからこの3つさえ覚えていれば、この3つじゃないマークが来た時に、あ、これはもしかしたらノリタケじゃないかも、そういうふうにこう構えることができるんですね。まあ、そんな感じで、まずこの3つだけは重要ですので覚えておいてください。で、次なんですけど、さまざまな工房ってどういう意味かって言いますと、当時だから1850年からだいたいですね1945年ぐらいまで、この頃っていろんな工房があったんですよ。私たちはね、このオールドノイタケとか桃園とか大蔵とかそういったものを知ってるじゃないですか。でもその初期の頃ですね、できてた、あの日本が海外に輸出し始めた頃、その頃ってのはやっぱりこういろんな工房があって乱立していたわけですよ。あ、オールドノイタケがさ、なんか向こうに輸出してめっちゃ稼いでるみたいだよみたいな感じで、他の工房もね、混ぜるわけですよ。自分のところでもね、なんかちょっとこう作ってさ、輸出したらさ、売れんじゃないみたいな感じで。で、そのバックスタンプもなんかオールドノイタケっぽいバックスタンプにするわけですよ。そうすることによって、この他の工房の商品もなんかオールドノイタケっぽいけどそうじゃないみたいなのがたくさんあるんですよね。ですので、厳密に言うと、このオールドノイタケがあって、こっち側、オールドノイタケじゃない方
これは偽物とかじゃないんですよ。だから TOTO とかもあるんですよね。トイレの TOTO、 今私たちがトイレで使っているのが TOTO です。 TOTO、 あの TOTO も昔食器を作ったんですよ、磁器を。で向こうに輸出してたんですね。まあ意外と思うんですけど、そんな感じの歴史があるんですよ。で名古屋製陶所っていうのもあるんですよ。でこの名古屋製陶所っていうのも別に偽物じゃなくて、もともと名古屋製陶所っていう工房があったんですね。まあそういった感じで、その TOTO のマークもなんかのりたけ似てるし、名古屋製陶所のマークもなんかのりたけ似てるしみたいな感じで、この別の工房のものが偽物に見えてしまう、それが問題だったんですよね。ですのでまずこれはどういうふうにして考えればいいかって言いますと、さっきのこの3つ、この3つ以外のものは別の工房もしくは偽物だというふうに考えていただければ理解できますよね。そういった感じでいろんな工房があったという背景を理解していただきました。ではね、3番目、これが偽物ですよというお話をしていきます。いや瀬野さんと、私はね、そんなプロとかじゃないから偽物本物の見分け方なんて分かんないですよというふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけど、全然そんなことないんですよ。偽物はこういう特徴がありますよ、これさえ覚えていればある程度のものはもう回避することができる、選ばずに済むというところがありますので、ぜひともですねこのまま聞き続けていただきたいんですけど、まずですねこの偽物ってのはどういうものがあるかって言いますと、アメリカに輸出されてたものがほとんどなんですね。マルキーの偽物ってのが意外と少なくて、ほとんどがアメリカ輸出用になります。最初にお話ししたマル M インですよね、あのマークとメープルリーフのイン、あの2つでだいたい偽物が出回っているということなんですよね。じゃあまずこのマル M インなんですけど、こちらの偽物っていうのが今こちらに本物が出てると思うんですよね。で今こっちに偽物が出てると思うんですよね。じゃあこれ何が違いますかというふうに言われた時に、いやまあ一緒ですけどみたいなふうになると思うんですよ。でここの見るべきポイントさえ分かっていればいいんですよ。こっち側の本物、こっちの方はラインが細いですよね。でこっち側の偽物、こっちの方は太いですよね。これだけです。細いか太いかで、この太い方は偽物だということなんですね。今ですね太さを見比べましょうということをお話ししたんですけど、あと一箇所見てほしいところがあるんですよね。でこれはどういうのかって言いますと、ちょっと分かりにくいんでしっかり聞いていただきたいです。こっちに本物がありますよね。でこっちに今偽物が映ってるんですけども、パッと見全然分かんないと思うんですよ。で詳しく解説するんですけど、上側にハンドペインテッドって書いてますよね。で真ん中に M がありますよね。で下に日本って書いてますよね。でこのハンドペインテッドとこの下の日本、この間にドットがあるんですよ、本物は。でも偽物はこのドットがないんですよね。で長い期間が経ってるんで、制作してから長い期間が経ってるんで、このドットが消えてるっていう可能性もあるんですけど、だいたいどっちかのドットは残ってるはずなんですよ。ですのでこの両方のドットがないっていう場合には、それはもうほぼほぼ偽物だというふうに判断していただいて大丈夫です。実際の商品を見ても確かにね、素人目から見ればオールドなんだけっぽい作品なんですよ。で作風も風景が描かれていますしね。でも実際によくよく見てみると、絵をよくよく見てみるとやっぱり絵下手ですし稚拙なんですよね。そういった感じでこのバックスタンプを見ることによって、まず偽物は回避できるということですね。で次メイプルリーフインなんですけど、まずこっち側に今メイプルリーフインが本物のメイプルリーフインが映っていると思います。で今こっちに偽物のメイプルリーフインが映っているんですけど、どうでしょう、違い分かりましたでしょうか。そうですね、この違いっていうのは結構分かりやすくて、こっちのメイプルリーフインとこっちに書いてあるハンドペインテッド日本っていうのが基本的には同じ幅なんですね。メイプルリーフインがちょっと大きいですけど、基本的にはこの枠の中に収まるんですよ。じゃあこの偽物の方はどうかって言いますと、メイプルリーフがでかいんですよね。でメイプルリーフのこうマークですね、あのメイプルリーフの葉っぱのマークがでかくて、ちょっと字がちっちゃいと、だから こんな感じ、イメージ的には。このメイプルリーフインがでかいっていうことはもう完全に偽物ということですので、そこが判断基準ということになります。どうでしょう、今2つの診断を見分けるポイントを解説したんですけど、難しいなっていう風なイメージではないと思うんですよ。ああそこだけ見ればいいのねという風に分かっていただけたと思うんですよね。ですので私たちが実はこれは偽物かどうか分かんないっていう風に考えていたものっていうののほとんどっていうのは、その時にあったいろんな工房のバックスタンプのことだったんですよ。これがね分かっていれば、私たちはしっかりとオールドなだけか
そうじゃない工房の商品なのか、そして偽物を意図的に作ったものなのか、それが判断できるというわけなんですね。もちろんですね、私が今お話ししたこの3つのサインっていうのはほとんど 80% がだいたいこれですよっていうお話であって、他にもいろんなサインがあるんで、このいろんなサインをもう見ないものとしてこれはノリタケじゃないというふうに判断してしまうと、それはね、本物のオールドノリタケであるっていう可能性ももちろんありますので、そこはこの下にですね、僕がブログを載せております。これまでオールドノリタケの歴代のサインをまとめているブログをここに載せておりますので、これがオールドノリタケかそうじゃないかっていうふうに分かんない場合、その場合にはブログの方をご覧いただくと分かりやすいのかなというふうに思いますね。で、基本的にこれは今日お話ししたものっていうのは輸出用の商品のお話のことなんですよね。で、国内用は国内用で作っていたわけですよ。で、国内用はマルキーンとかメイプルリーフインとかマルエムインとかではないんで、ヤジロベインとかなんですよね。ですので、基本的にこのヤジロベインとかっていうのは珍しいんですよ。なかなか見つけることができない。そして人形とかランプとか電化さですね、電化さとかそういったものがあるんですけど、ああいうものにはさっきの3つのパターンっていうのは当てはまらないんですよね。ですのでこの3つのパターンっていうのは輸出用のものの中で考えるというふうにしてください。国内の方はまた国内の方で別で動画を作りますので、そちらの方を楽しみにお待ちください。どうでしょう、動画を見る前と今見終わった後、だいぶ知識の深まり方変わっていると思います。やっぱりですね、このオールドノリタケっていうのは非常に美しい作品が多いんで、コレクションに値するブランドです。ですので、この動画がですね、少しでも皆様のお役に立てれば私は嬉しく思います。もしですね、この動画が参考になった、勉強になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひともお友達にご紹介していただけると嬉しく思います。それでは今日ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。